今日はね17時半からオンラインお話し会ということで、その前にねちょっと配信しようと思って、今配信、まあラジオですけど配信してます。まあ準備がてら配信してます。そうだからちょっくらラジオ配信なの。そういうことです。30分くらいで終わるんですけど、そういうことですね。まあ今日お話があるんですけど、来週の日曜日もね実はあるので、今日参加したかったけど参加できなかったって人はね、ぜひぜひ来週の日曜日のチケットが明日からまた始まるので、お話ししましょう。よろしくね。まあ帰ってきたからもうショールームやるんですけど、スパイダーマンを見るかどうするか迷ってます。ランリーはイベントやるからね、ランリーロードショーできないから、まあ、明日スパイダーマン見に行く予定なんですよ。明日見に行く予定だから、もうどうせなら見とこうかなと思って。何時頃、まあ10時ぐらいには始められるかなって思ってるんですけど、10時くらいかな。今日ホームカミング明日ファーフロムホーム見よう。あ、そうだから見ようと思えば全然見れるんですよ。そうだから今日見て、で明日の昼くらいに見て、でその後にあの映画館行って見ようかなと思ってるわけですよ。どう？みんな的には一緒に見てくれますか？お話し会終わりで。確かに席予約した方がいいよね。後で予約します。絶対予約する。
だから見ようね、みんな。22時くらいから。どうなんだろう、そんなに埋まってんのかな席。わかんないけど、後で確認します。ちゃんとちゃんと確認する。今週はね、ちょっと予想外でしたね。まさかの。だって違う映画見たもんね、結局。でもまあ、先週見れなかったから、今日ちゃんとホームカミングとファーフロムホームを、まあ、見れると思うと、まあまあ良かったのかなとも思いますね。でもとりあえず明日のチケットは取っときます。後ほどまた撮ったら、ちゃんと撮ったよーんって報告するね、皆さんに。ちゃんとでも行く映画館は決めてるので、さっさと撮ります。でもね、それなんだよね、別に。だってもう終わり際だからさ、そこまで混まないと思うけどね。どうなんだろうね。困んないと思いますけど、私も。まあでもね、念のためってやつですね。どこ見てるの？結構席埋まってると使っちゃうけど。そんなさ、吹き替え版ってさ、そんなさ、人気なの？そんな人気？そんなに人気なんですか？ね、吹き替え。やっぱさ、私さ 4DX 見に行きたかったんだけど、終わってたもん先週。でもな、先週はどう頑張っても見に行けなかったからな。池袋か。いや、どこでやってるかっていうのは分かってるんですよ、ちゃんと。それはね、昨日調べたから分かってる。大丈夫だよ。
でもな、もう3月になるもんな。1月に上映開始して、だいたい映画って1ヶ月くらいですよね、上映されてるのって。だいたいは。だからもう1ヶ月以上経ってるから、あれだね、もう終わりが近づいてますね。なんか吹き替え版のね、上映映画館もっと増やせばいいのにって思う。もっと増やしてくれりゃいいのにって思うんですけどね。需要ないの？完売になってんのに。完売になってるのに需要ないってどういうこと？まあでも明日見に行くんで、とりあえずちゃんとチケット確保だけしとこう。チケット確保に努めます。後ほど。確かに。でも吹き替え版が多いってことは、吹き替えの方が圧倒的にね、需要はあるんでしょうね。逆だべ。字幕版の方が 字幕版の方が字あるんでしょうね。ちょっと私も意味は、いやっちゃっちゃっちゃ意味わかんなくなっちゃった。字幕の方が需要があるんでしょうねってことが言いたかったです。ごめん、ちょっとやりながらやってるから。準備しながらやってるもんで、ちょっと申し訳ない。日本語がおかしくなった。字幕版の方が、ね、圧倒的に人気なんですね。まあでもね、字幕版やってるところ、あ、じゃあ吹き替え版やってるところ一箇所ってだけってわけではないですからね。何箇所かやってるから、まあそこが無理だったら無理で。別のところに行きます。
立ち見映画ってやったの絶対やだ。立ち見映画とかリラ絶対やだ。私さ待ってる立ってるの無理なんですよ。なんか動いてないとなんか無理。どうしてもなんでかな。字幕版の字幕と吹き替え版のセリフって結構違うと思うんですよ。そうなんだ。違うんだ。楽しみだな。やっと見れる。本当にやっとこさ見れるので楽しみです。ケープ今日は珍しくワンピースを着ます。珍しいのかな。ワンピース着るよん。今日めちゃめちゃ女の子っていう感じだ。女の子みたいな服装です。っていうかさ香水さバニラにしたじゃん。なんか飽きたっていうかなんか違うかも落ち着かない。買ったのはいいものの落ち着かない。どうしよう変えたい。落ち着かないよ。とてもとても落ち着かない。なんかねこれのボディクリームがあるんですよ。この匂いのボディクリームがあってなんかボディクリームならいいなって思ったけど、うわー間違えたやらかした。
やばい、すごい間違えた前髪。前髪伸びたな。前髪が伸びてる。でもね、いつも使ってる香水がもうないから、そのこのバニラの香水を使うしかないんですけど、前髪重なんか。前髪がなんかおかしいぞ。なんか違うかもね、香水違うかも、違う気がします。なんかね、甘すぎる、すごく。なんかさ、バニラの香水ってさ、タバコ吸う人がさ結構よくつけるって言うじゃないですか。聞くんですよ、そのタバコ吸う人がバニラの香水つけると、なんかそのタバコの匂いとバニラの匂いが合わさっていい感じになるみたいなのをすごい聞いたことがあるんですけど、もちろんのことなんですけど、タバコ吸わないし私、まあ19ですから、まあ店でもあるけど、で周りにタバコを吸う人もいないし、だからただただ甘ったるいだけなんですよね、今の私の匂いが、うん、ただただ甘ったるい人みたいな感じだから、なんかね、匂いがねきつくなってくるんだよね。そうだからあれですね、なんか甘すぎてダメっていう感じかな。難しいですね。タバコ吸いたいって思ったことは1ミリもない。いう感じですね。そう、長旅の結果たどり着いたやつなんだけど、なんかねちょっと違うね違うね、ちょっと。でもね、いい匂いだねって言われたの、この香水。何の香水使ってるって言われて、この香水使ってますって言ったら、いい匂いって言われたの、女性に。女性の方に、すごいいい匂いですねって最近言われたんですけど、私的にはてんてんてんっていう感じかな。
だから変にバニラって意識して買わなくてもよかったかなって思って。なんか難しいなって思った。なんかさ、香水って探して買うもんじゃないなっていうのをすごい思いましたね、今回ね。なんか探して買うんじゃなくて、なんかビビッと自分が着た匂いを買うべきだなって思ったから、どうも戻すと思う結局。結局戻しちゃうかもね、ディオールに今のところは。っていう感じだね。ということで、ランリーはそろそろ行かなきゃいけないので、この辺でランキングを見たいと思います。13位長崎在住の関西人さん、ありがとうございます。そして12位が岡さん、ありがとうございます。そして11位が日野にゃんまるさん、ありがとうございます。そして10位がうっちーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で9位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして7位がじゅんふなさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして5位がマリモッチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして3位がワンタンメンさん、ありがとうございます。そして2位がチョロさん、ありがとうございます。そして1位が 662BPM さんです。ありがとうございます。ということでね、皆さんこれからねお話し会がありますけど、参加される皆さんよろしくお願いします。そして22時くらいにまたあのショールームダーマン見るので、あとで755にこの見るダーマン貼っとくんで、貼っとくのでちょっとチェックしてくれると嬉しいです。よろしくね。ということで、また後ほどお会いしましょう。さよなら、アンリー。バイバーイ。